はい、こんにちは。新世界のドンキでチョギレサラダと、丸ごとニンニク、スタミナ、鶏、ハラミ、鶏、シソチーズの竜田揚げ買ってきました。ディーコンっていうウイスキーをドンキで見つけました。新感覚で常識破りのスモーキーさとフルーティーさのあるウイスキーなんですって。ポップにそう書いてありました。というわけで、ちなみに今私、マツリカの、ジャスミンティー割り JJ ってやつをたくさん飲んで酔っ払ってます。いつも以上に路列が回っていなければ、まあそういうことです。ディーコンっていうと、あのユニバのウォーターワールドのディーコン様だのディーコンを思い浮かべますが、これはペストマスクさんですね。ペストが流行った時にこの鳥のくちばし状の形のとこにハーブとかいっぱい詰めて、感染症対策を行った、ベストマスクさんですね、これは。なんか不吉っぽいイメージなんですけども、防護をしてるっていう意味においては感染症対策として、まあまあまあ当時その菌とかっていう概念がまだ分かってなかったのに、こういうマスクを作るっていうのは。はい、それでは、あ、このかなりこうゴツゴツしているボトル持ちやすい。はい、そう置いときましょうか。とりあえずストレートで。うわ、スモーキー、煙。香りだけで。うわ、煙。ああ、煙さが残ってる。香りから、一口目から、飲み込んだ後までずっと煙い。結構酔っ払ってるこの段階で飲んで、こんだけ煙いんだから、シラフの時に飲んだらもっと煙いと思うと思う。うわ。これは、ホワイトホース、アードベックを超えるな。ああ、これはダメだわ。こんなもん飲んでちゃダメ。これを美味しいと思う人は、ウイスキー好きが、こう、行き過ぎてる。好きです。ウイスキーにチーズ合うかなと思って、ささみチーズ。ささみチーズだっけこれ。鶏しそチーズ。竜田揚げ買ってみました。うん。煙しかない。フルーティーさなんて見つけらんない。
フのチーズを、うわ今相当酔っ払ってるはずなのに、胃が焼ける。すきっぱらにアルコールを飲んで、胃が焼けるなら、ああ、いつも通りやらかしてるなーで笑えるけど、こんなに酔っ払ってるのに、まだ胃が焼ける感じを味わえるなんて。その、このパーってくるのは、アルコール度数だけじゃないですよね。あ、40% だ、これ。チーズを口に含んで。うん。合うよ。うまい。え、どうするこれ。最近、ブッシュミルズ、スコッチウイスキーは、ブッシュミルズを推しにしようかと思ってたけど、このリーコンに推し変しちゃいそう。炭酸割り美味しい。うわ。あ、これはうまい。めちゃくちゃうまい。フルーティーさは、やはり炭酸割りにしても私にはわかんないけれども、こう、ススーっと、炭酸割り合うわ、これ。びっくり。こんなに表情変えるなんて。これ瓶か。瓶にこの銅のような塗装してるんですね。このどっしり重い感じが、金属を持ってるような錯覚をしてしまう。ああ、水割りよりも、水割りよりも炭酸割りが欲しい。これまたとんでもないお酒が登場したな。うまいぞ、これ。うん。世の中知らんことだらけやな。そのアードベックに対してホワイトホースって、まあまあまあ、あのブレンドとかそういう話は置いといていいなと思ってたんですけど、アードベックもいい、アードベックがいいからホワイトホースもいいんですけど、これいいわ。ディーコンお湯割り、なんだこれは。一押しです。これは力強くおすすめできる。好みの飲み方は、この炭酸割りにした時の爽やかさが目を見張る驚き、季節なんかを考えると、今日は割と今現在はひんやり涼しいんですけど、
これから夏場に向けてお湯割りがどうって話で、でも食事に合わせてお湯割りもあり、逆に水割りがあんまりだったかな。うん。で、ストレートが印象強すぎて、うん、炭酸割りお湯割りぐらいが飲める。ストレートは飲めないのかよ。うん。あ、お湯割りにしたらフルーティーとは思わないけど、若干の、これをフルーティーって言った人は何がフルーティーな、どういうものをフルーティーと思っているんだってこう問い詰めたいというか語り合いたい。あ、美味しい。というわけでディーコン初めて飲みました。めちゃくちゃ気に入りました。ではでは、シラフの時に飲んでみてこのテンションで語れるかですよね。ではでは。